グリーゼ581グラムを発見した WM 欠点問題クリーゼ581グラムまたはグッチョブ581グラムとは地球から見て天秤座の方向に約20光年先にある赤色愛星グリーゼ581を降転している未確認の太陽系外惑星であるグリーゼ581系では6番目の惑星であるその存在は リック・カーネギー太陽系外惑星サーベイによって2010年に報告された。しかし、ヨーロッパ南天天問題のハープスでは惑星の存在を確認することはできなかった。グリーゼ581グラムはグリーゼ581のハビタブルゾーンのほぼ中央を公転していることで注目されている。ハビタブルゾーンにあるため表面は低、摂氏31度から低。 摂氏12度という液体の水が存在できる温度になっており、生命が存在できる環境を保てていると考えられている。少なくとも地球の2.2倍の質量を持つスーパーアースとされている。グリーゼ5 8 1ムはクジラザタウセイ、e、が発見されるまでは地球に最も近い生命が存在できる惑星だとされてきた。また地球を位置とした時の 地球に対してどれだけ蘇生が似ているかを表したアースシミュラリティインデックスの値は翌年にグリーゼ 667cc が発見されるまでは最高の0.76であった。グリーゼ 581g はカリフォルニア大学のスティーブン・ボーグと率いるチームがディック・カーネギー太陽系外惑星サーベイによって発見された。発見には 惑星の重力によって起きる恒星の揺れを観測するドップラー分光法が用いられ、ケック天問題の観測機器、ハイヤーズとラシア天問題、ハープスの計11年以上に及ぶ122回の観測で発見された。通常、グリーゼ5 8 1ムほど質量が軽い惑星をドップラー分光法で観測することは極めて困難だが、 主星のグリーゼ581自体が太陽の0.31倍の質量しかないスペクトル型 M3V の非常に小型の構成のため質量が小さな惑星でも大きな揺れが観測できるためであると考えられる。グリーゼ581系には以前から BCDE の4つが発見されていたがそれらの惑星の影響による視線速度のデータを 全体から引いても F と G による視線速度があったため存在は確実視された。しかし、後に F のものと思われた445日周期の信号と G のものと思われた37日周期の信号がハイアーズのデータにしか見られない。ハイアーズとハープスだけでは確実に惑星の存在を断定できないなどの研究結果がアストロフィジカルジャーナルで公開された。 研究チームは、グリーゼ581グラムを発見者のスティーブン・ボークとの妻の名前にちなみ、ザ・アミナと呼んでいるが、国際天文学連合の命名規則に従って、公式な認可はされていない。グリーゼ581グラムの発見の公表から2週間後、ハープスの6年半に及ぶ観測結果を解析した結果、F と G の存在を示す観測結果は、 確認できなかったとジュネーブ天文台のフランチェスコ・ペペラのチームが報告した。これに対して発見者の防具とは、私は我々が正確に、そして正直に不確実性を報告して、このデータを提供しなければいけないだけの情報を得ているという責任が重い仕事をしたと確信している。私はこのデータを 独立して分析している誰でも同じ結論に至ると確信していると思っている。と述べている。二つのグループの研究結果の違いは、計算において予想われる惑星の軌道要素に由来する可能性がある。天文学者のサラ・セガーは、スイスのチームが発表した惑星の否定的な主張は、軌道離心率が高いことに基づいているが、防具とは、 軌道理心率例の円形の軌道を仮定している。リック・カーネギー太陽系外惑星サーベイの主任研究員ポール・バトラーは、私は1、2年の時間スケールで、この問題を解決させなければならないと思っている。と述べた。太陽系外惑星エンサイクロペディアでは、グリーゼ5 8 1ムは未確認の惑星に分類された。2012年に観測結果の再分析が行われ、 防具とは、グリーゼ5 8 1ムが、グリーゼ581から 0.13au、離れた軌道を32日で好転している地球の2.2倍以上の質量を持つ。4%以下ではあるが、存在しない可能性があると結論付けた。2014年には D も存在しない可能性が指摘された。さらにこの研究で、ポール・ロバートソンダのチームは、 グリーゼン5 8 1グラムの存在が、グリーゼン 581D の軌道離心率に依存すると結論付けたドップラー分光法では、主性のスペクトルの変化で惑星が存在するか確認するが、グリーゼン5 8 1グラムの場合、スペクトルの変化があまりにも小さかった。また、ロバートソンは、ボーグトやバトラーの分析には説得力がなく、 構成が揺れるパターンの存在自体も疑わしいと主張した。しかし、ロバートソンのチームは観測結果に誤りはなく、構成の揺れと思われたパターンは、惑星ではなく磁場の揺らぎ、いわゆる黒点の可能性が高いとした。グリーゼ581の時点周期は約130日だが、グリーゼ 581D と G の公転周期のそれぞれ2倍と4倍に近い値になる。 そして、ロバートソンらのチームが、磁場の揺らぎの影響のみで構成の揺れのパターンを、補正すると D と G の存在を示す構成の揺れのパターンが完全に消滅することが明らかとなった。そのため、現在では、グリーゼ5 8 1ムが存在する可能性はかなり低いとされている。グリーゼ5 8 1ムは、構成から 0.13au 離れた軌道を、 約32日で好転している。質量は少なくとも地球の2.2倍の質量を持ち、仮に水と岩石で構成されている場合、半径は地球の1.3倍から1.5倍となる。この値はクリーゼ5 8 1ムが地球と同じく岩石で構成された岩石惑星である可能性が高いことを示す。表面の重力の強さは 地球の1.1倍から1.7倍と推測されており、表面に大気を維持するには十分な強さである。赤色愛星系の居住可能性も参照フリーゼ 581g は、恒星の近くを公転しているため、超積力で時点が固定されていると思われる。そのため、地球に対して常に同じ面を向ける月のように、恒星に対して同じ面を向けているとされている。 また、潮汐力によって、自転軸がほぼ傾いていない可能性もあり、その場合、構成に向いている面では永久に昼間、向いていない面では永久に夜が続き、場所によって環境や温度が大きく異なってしまい、生命が存在していくには過酷な環境になってしまう。たとえ存在したとしても生存できるのは、昼夜の境界線付近のみとなる。発見直後、 グリーゼ 581K から周期的な信号が届いていることが確認された。インターネット上では、グリーゼ581グラムに住む地球外知的生命体が発したものだと話題となった。しかし、すぐにこの信号は、グリーゼ 581K ではなく、グリーゼ 581K への背後に16,700光年離れた場所にある。 球状星団から発せられていたことが判明し、誤報であることが分かった。シンバドでは MOV となっている。アーカイブ1109.2505では94.2日となっている。ありがとうございます。